3曲聴いていただきました。皆さんこんにちは、秋田もつです。3年ぶりの銀杏祭り、ようこそおいでくださいました。はい、秋田もつさん、ようこそお越しくださいました。はい、秋さんといえばね、総兵の出身でいらっしゃいますけど、はい、なんと今日は今は埼玉にお住まいということで、はい、5時間かかってきました、はい、そうなんですよ、はい、皆さん5時間ですよ、わざわざ来てくださったんです。こんなにね、たくさんお客さんいらっしゃいましたけれども、皆さん秋さんのステージをとても楽しみにしていらっしゃったと思いますけれども、はいはい、相変わらずの歌声で、はい、素敵な歌を届けていただいております。あの昔この日光側で詩人が撮りました。あ、はい、50年も60年のも前のことです。はい、随分前のことですけども、日光側をご存知ですよね、皆さん。そちらで詩人が撮れたら、東の方の日光側、ね、はい、はい、そんなお話もしてくださいましたけれども、はい、秋田本さん、実はですね、今日の中日新聞の終わり版にね、出ていらっしゃるんですよ。向こうで撮った写真をこっちへ送りました。え、ね、はい、もうご覧になった方いらっしゃいますか。はい、あ、手が上がりましたね、秋さん、はい、よかったですね。まだご覧になってないという方は、はい、ぜひね、お家に帰ってから終わり版でございますのでね、見ていただいて、ちょっと切り抜いていただいてもいいですよね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、では後半、後半、あと、次の曲、長崎の鐘と、はい、北の恋吹雪、聴いてもらいます。はい、よろしくお願いいたします。